こんにちは、坂上ひろみです。今日も本の紹介をしていきます。今日はですね、人生を変えた本5冊を紹介していきたいと思います。1冊目こちらになります。影響力の武器、ロバート B. チャルディーニ著、精神書房から出ているものになります。ビジネス書の代表と言われる、例えば7つの習慣とかマネジメントとか松下幸之助の本とか、いわゆる代表作ってあるじゃないですか。その中に絶対に出てくる本になります。初版が1991年なんですけれども、もうずっとベストセラー本の中に入っていて、著者はですね、アメリカで有名な社会心理学者の方になります。この本の課題は、なぜ人は動かされるのかなんですね。心理学をベースに人が動く心理だったり方法を紹介しているものになります。この中に出てくるものって割とみんな知っているもので、例えば偏方性の法則とか希少性とか、あとは権威に弱いとか一貫性を持ちたいっていうことだったり、その心理学の要素だけ聞くと、あ、聞いたことあるよっていう風になるんですけれども、分かっていつつもその商品にはまってしまう、そして実際に購買行動に出てしまうっていうことがよく理解できるものになります。この使い方としては、自分の仕事においてマーケティングとしても使えるし、または今度消費者の立場になった時に、これを知っていることで断ることもできるし、冷静にこの商品の本当の価値っていうのを判断することができるので、売る側でも売られる側でもその両方の立場において知っておくべきものだと思います。こういうビジネス本って結構たくさんあるんですけれども、やっぱりロングセラーだっていうことと、あとこう何冊も何冊も読むよりはこれ1冊でも十分ですね。全てがここに詰まっている、いわゆるね、ビジネス本とちょっとやっぱ類が違う、結構ロジカルに書かれているので、分厚いんですけれども、これを知っているのと知っていないのとでは、多分人生における消費行動、そして実際の使われる額が変わってくるだろうなって思います。次こちらになります。幸福論、アラン著、岩波文庫から出ているものになります。これはですね、三大幸福論といって、ヒルティ、アラン、ラッセルっていう3人の幸福論というものがあるんですね。その中の一つ、アランが書いた幸福論になります。で、アランっていうのはフランスの哲学者になります。で、ちょっと詳しく言うと、プロポっていうその短い文章を毎日毎日たくさん書いていって、総計5000に上る数を書いていったんですね。でその中に、幸福について書かれたものがいくつかあって、それをまとめたのがこの幸福論になります。この本の問いは、幸福について人はどのように考えればいいのかについて、アランがすごい魅力的な答えを示してくれています。いくつか紹介すると、例えば不幸に感じる時っていうのは、実際に不幸なのではなくって、体調が悪い、体がしんどいからそういう風に感じてしまうんだよっていうことだったり、幸福だから嬉しくなるのではなくって、嬉しいからいいことが起きて幸福になるんだよっていうことだったり、どんな人でも自分より恐ろしい敵はいないとか、幸福になろうと自ら欲しなければ絶対に幸福になることはないっていうようなことを言っています。私がすごくお気に入りなのは、天気のように不平不満を言っても何にも変わらない、現実は何も変わらないっていう時に良さを見る、この雨の音はすごく美しくて今しか聞けないものだなっていうことだったり、すごく空気がきれいになるっていうことだったり、すごくいい面を見つめるっていうことで自分の気持ちも変わってくるっていうふうに言ってるんですね。理屈ではわかるけれども、そうしようと思ってもなかなか難しい、でもそういう人でありたいなっていうふうに思います。このアランの考え方知っていると、人生生きていく上で心の中にあるこのベースとなるものが変化してくるんですよ。で、その1ミリのこの変化によってちょっと毎日の過ごす気分が変わってくるってなると、気分がちょっと変われば行動も少しだけ変わってきますよね。で、行動変わると結果が変わってくるので、実質最終的には結果が
大きく変化していくと思います。あ、これは悩むべき事柄なのかどうかっていうのを一旦考えるのと考えないのとではすごく変わってきて、悩みがね、私の中では半分ぐらいになりました。次こちらになります。アミ小さな宇宙人エンリケ・バリオス著、こちらは徳間文庫から出ているものになります。これね、紹介しときながら、今なかなか出回っていない本で、あったとしてもね5000円ぐらいで売ってるんですよ。でもしかしたらメルカリとかではもうちょっと安くで出回っているかもしれないんですけれども、でこれはね、まあ、桜ももくさんが絵を描いているとても有名な作品でして、似たもので言うとアルケミストとか、あとは星の王子様、ああいった類のものになります。なので非常に、抽象的に世界の物事が描かれているんですね。で割とアーティスティックな人がこれ好きだなっていうイメージがあります。世界11カ国で翻訳されたベストセラー本になります。と現実世界を揶揄しているところがポイントで、まあ、割ともっと言っちゃうと結構皮肉ってます。そう、地球と人間っていうものの本質をついているので、そこが面白さですね。宇宙人からね、様々なことを教えてもらうっていう設定なんですけれども、すごく抽象的なんだけれども、そこからいかに私たちの生活に実際に落とし込んでいくのかっていうのがすごくこの面白さなんですね。なので人それぞれここから得られるメッセージって全く違うと思います。まあ、これで人生どういうふうに変わっていったのかっていうと、まあ、まず俯瞰して世の中を見ることが大切だっていうことですね。もうとにかくね、宇宙人がね、宇宙から地球のことはこうだよっていうふうに言ってるので、そんな広い俯瞰した目線でね、自分たちのことを見ることってあんまりないじゃないですか。ちょっとメタ視点で見るって言っても、この日本における世の中がどうかぐらいなもんなんですよ。だけどこれ読むと、もっともっと日本ではなくて世界、世界よりも地球、地球よりももっと上、宇宙から地球に住んでる人間とはっていう風なもので考えるので、それでもやっぱり地球はこうやって説明されると面白くて最高だなっていう風に思います。何でも願いが叶って常に幸せでいることって面白くないじゃん。地球の中でこういう制約があって、人間っていうのはちょっと苦しいことがあって、ちょっとアホな部分があってっていうのを知ると、ますます、あ、ここで生活してみたい、ここで暮らしてみたい、ここでさまざまな経験をしてみたいっていう、なんかすごく不思議な感覚になる。自分が今住んでいるところなのにそこに行ってみたいなって、そこで生きてること最高じゃんっていうふうに思うんですね。なんかそんな感覚に陥ることなんて普通本読んでいてない。この地球において人間として生きていくっていうそのものって最高じゃんっていうふうに思えることができた本になります。次はこちらになります。西の魔女が死んだ那敷果歩、新潮社から出ているものになります。那敷果歩さんの作品集になるので、西の魔女が死んだ以外の作品も入っています。西の魔女が死んだにまつわる、そこにつながるお話とかも入っている、もう最高な本なんですよ。子供も大人も楽しめる、静かで救われる本になります。内容は様々なことに敏感な小学生の舞っていう女の子が、ちょっといろいろなことがあっておばあちゃんの家に行くんですね。そこのおばあちゃんが、まあ、まるで魔女のような存在で、自然な環境でさまざまなことを自分で行いながら丁寧に生活しているんですね。そこに舞が馴染むことですごく心の中に変化が生まれていきます。本当の意味でね、生きるっていうことを実感していく作品になります。このね、おばあちゃんっていうのが本当に魅力的で、静かに生きながらも様々な悩みの答えを持っているんですよね。これはもう立ち止まる本です。なので、まあ、生きていく上でやらなきゃいけないことってたくさんあるし、さっきのね、幸福論のアランも言ってたのは、人間って生きているだけで眠くもなるし、お腹も空くし、疲れるし、それだけでいろいろなことを自分に叶えてあげないとテンションが下がる生き物なんですね。そう、結構大変自分のご機嫌を取っていくのは、それがしんどくなってしまうっていった時にこれですね。自分を丁寧に扱う術を教えてくれる本ですね。結構親もバリバリ働いていたタイプなので、結構こう気を張っているっていう空気が家の中に流れていて、ゆったりと落ち着いてみたいな
感じではなかったんですよ。だからそれはそれで好きだったんですけれども、子供ながらにふっと疲れてしまう瞬間があって、そういった時に本に助けられました。その時にすごくこの私にとっては西の魔女が死んだっていうこの世界観だったり静けさがすごく励みになって救いになって、で大人になってから改めて読んでも、うわなんて素晴らしい世界観なんだろうって思いましたね。人生を変えるっていうのは何か行動をして結果を変えて自分の糧にしてっていう意味もあるんだけれども、それだけではなくって、休む瞬間に何をするのか何を選ぶのかっていうのも大切だと思うんですね。なので動く時は動くけれども休み方も知っていないとねっていうことで、その休む時におすすめの本になります。次はですね、こちら生き方稲森和夫著、サンマーク出版から出ているものになります。こちらはですね、私の実家の本棚にあって今母が読んでいるのでちょっと手元にはないんですけれども、もう私の生きるバイブルですね。はい、本の中で一番思い入れが強いかもしれないです。で一番読み返している本になります。この本はですね2004年に刊行されたもので、まあもうミリオンセラーですよね。世界で26カ国で翻訳されて、なんと中国では500万部突破したみたいです。まあ人口が違うんですけれども、それにしてもすごいですよね。稲森さんっていうのは京セラとか KDDI の創設者になります。で JAL の再建もされた方になります。バブル世代のサラリーマンたちはもうみんなが知っているような有名な経営者ですね。で私がこの本と出会ったのは18歳の時に、経営者の方にこの本をね一番おすすめで人生で絶対に読んでおくべき本だからっていう風に紹介されたんですよ。もうそこから15年以上経ってるんですけれども、ずっとすごくお気に入りの本になります。人生で一番読み返してる本なので、まあ、だからこそ人生でこう立ち止まったりだとか悩んだりだとかちょっと時間がある時とか全部がこの本と共にあるんですよね。なので私の中ですごく思い出が深い本で、東日本大震災の時もその本を読んでたんですよ。でその瞬間に読んでた本でこう揺れ始めた時に紐でしおりをして閉じて置いて、もうそっからがバーって進んでいったので、そこからしばらくねその本ね読み返せなくなっちゃって、2年ぐらいですかね。今ではねもう普通に読むことができるんですけれども、すごく日本人らしいというか、人のため世のために生きるっていうことを大切にされている経営者の方なので、まあ経営理念とかもそうですし、書いてあることも割と努力が大切っていうことだったり、人としていい悪いはどちらなのかっていうのをねいつだって考えているんですよね。それを判断の軸にしているんですね。なのでまあ言ってみたら少し古い考えかもしれないですね。時代とか価値観が結構変わってきちゃったので、今は、人のためとか世のためっていうよりかはもう個人個人の世界に変わってきたので、まず自分を幸せにすることからだよっていう風に変わってきたから、今の若い子が、この本を読んだ時にこんなに人のために生きられないよってもしかしたら思うかもしれないけれども、今のこの日本の生きやすさとか商品自体の、製品の良さとかが生まれたのはやっぱり使う人の気持ちをものすごく考えて商品あらゆるものを作ってきた日本のちょっと上のね世代の経営者の方々があってこそ、そして作っている方たちがあってこそなので、そういったことをやっぱり忘れちゃいけないなっていうふうに今でも思いますね。この前に久しぶりに読み返してみると、ああ時代は変わったなって結構私でも思いました。なので、努力努力人のためとかって、親が言いそうなことなんですけれども、根本的には忘れちゃいけないことだなっていうふうに思います。すごく私が好きなのは、才能を独り占めするんじゃなくて社会のために使えっていうことなんですね。才能ってなるとちょっと大きく考えすぎてしまうかもしれないけれども、誰もが得意なことってあって、人よりも短時間でさらっとやってのけてしまうことって持っているわけですよね。それを自分だけのために使うのではなくって、世の中のために使う、つまり仕事にするっていうことですね。そういった時に世の中がすごくこううまく回っていくし、社会への還元にもなるし、自分も充実感を得ることができるよっていうふうに言っています。まさに道と性の話で言うと道の部分ですね。いかに動くか、
多分人って生まれつきの性格と、あと後に得ていった自分のまあフィロソフィーですね、哲学的な考えっていうものを持ってその人の内面っていうのが生まれていくと思うんですけれども、私はこの本を読んでいったことで自分の中に持っている思想とか哲学的な考えとか、この本によって結構変わってきました。この人生を変えた本の一番最後に持ってきたのは、の私の中での一番人生を変えた本だからです。人生変えた本ってなかなかないじゃないですか。やっぱりこの本たちを読んでいた人生と読んでいなかった人生とって考えると全く違っていただろうなっていうふうに思うので、もう本当にそれはね、本の出会いに感謝だし、紹介してくれた人にも感謝だし、書いてくれたね作者の方にも本当に感謝しています。皆さんよかったら人生を変えるきっかけとして選んでみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。